同胞誰が見ても抜けている中村俊輔が絶賛した代表選手は、違いを見せられる日本人はなかなかいない。サッカーダイジェストもう一つ上のクラブで見たい。中村俊輔が日本代表選手を称賛した。元日本代表 MF の中村俊輔氏がダワオワオの番組。中村俊輔プレミアムトークセッション岡崎慎司と見据えるサッカーの最先端と欧州最高峰の舞台で、日本代表選手を絶賛した。イタリア、スコットランド、スペインでプレー経験があり、チャンピオンズリーグでも活躍したレフテが褒めたたえたのが、今シーズンのプレミアリーグで圧巻のパフォーマンスを披露した三笘薫だ。あのレベルで違いを見せられる日本人はなかなかいないと評した日本代表の元10番は、好賛辞を続けた。誰が見ても抜けている。ブライトンのあの戦術にバッチリ合ってるし、理解して、走り方とか自分で課題を見つけてやっていると思うので、俊輔はレベルアップするために、もう一つ上のクラブで見たいとステップアップ移籍に期待を込めた。その日本代表アタッカーが今夏にブライトンを退団する可能性は高くないため、もう一つ上のクラブに行くのはもう少し先になりそうだ。三笘は天才。久保？誰が見ても久保慎以外抜けている。文句なし。未調が最高峰。俊輔も俺と同じようなことしか言えんか。くっそつまんねえコメントだな。誰が見ても抜けている。確かに CL でないと意味ない。だから PSG に行ってほしい。ネイマールの代わりになるだろ。少なくとも立ち位置は、キノコは抜かれている。対策されたら失速したやん。確かに頭頂部怪しいよな。ヒゲも男性ホルモン多めな感じだし。もっと抜けてハゲ散らかしても驚きはない。単発か坊主にしてヒゲを伸ばしパッキャオみたいなアジアンスター風にしたら貫禄出そう。しかし今季 CL 取れなかったのはきついよな。通年で計算できた主力は引き抜かれてミラクルレスターコース確定だし。来季ブライトンの10番化して家移籍だな。二強はドリブルプレミアで4位はすごすぎる。リーガでバルサが圧勝だったのも同じ理由だし。バイアンがまくったのもそれに近い理由。ミトシンは二強が敵を引きつけてるから他のやつがゴールできてるって念仏みたいに唱えてるけど正直怖い。確かに岡崎と三笘は誰が見ても抜けている。